かせならんで一サイズですけど、はい、こんなにじゃ大変ですよこれ、結構分厚い。安定はしてないな。あ、まさかのね。やばいな、これ。メンジーだらけになる。ちっちゃい。がメンジーグリーン。そこまで入っちゃった。やっと家売れましたスイヨン。ちょっと可愛いけど、あ、まあ可愛かったんで放流ということでやっちゃいましたね。ちょっと今のこれでこういうこともある。いやね、やっぱコーンしたね、コーン。わかんないな、やっぱり。やっぱこういう時期はやっぱりこう、当たりでさの村も多いんですよね。だから、やっぱりこう、特に清水港はその、当たり餌が豊富っていうかこうばらつきが多いですよね。だからまあ本当多くなくてもいいんで、それこそちょっとずつでもいろんな種類を持ってきた方が、あ、こんなの食うのみたいなのも結構当たる時もあるんで、これは違うでしょう。すげえ上で食ったけどな、めちゃくちゃ上で食いましたよこれ。うわ、違うなこれな。そこから一広ぐらい上だもん。うわ、やっぱ、うわ、でけっいきなり一広上で食っちゃいましたね。チドが浮いてたんだな。おい、まさか、まさかの。精密。いやー、今のはちょっとびっくりしましたね。ちょっと上で食いすぎ。かなり浮いてましたね。いつきっぽい。下顎にやっぱ浮いてたんで、下唇にかかって皮一枚。いいっすか。いやー嬉しい。やっぱ何でも一枚目は嬉しいっすね。